はい、お帰りなさい。ただいまーということで、はい、はい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 、まあ出張から帰ってきまして、お土産を、はい、まあ買いましたね、動画、あの焼津の、はい、ね、先にアップしてると思いますが、魚市場で買って、これの箱だけ見せて横でおでん食べてたんですよね。そうですね。だから中に何入ってるかっていうのは、はいはいはい、まだ秘密なんですけど、なるほど、ここで公開したいと思います。うん、なるほど、楽しみでございますな。はい、ちなみに、はい。これ僕がねぎりにねぎって。ねぎってた。全部で、はい。1800円ぐらいですかね。ぐらいやったかな。はい。うん。すごいことなってますから。買ってまいりましたので。じゃあ一個一個紹介してください。はい。まあ上からちょっといきますわ。はい。まずこちらですね。はい。釜揚げしらす。あ、しらすいいですね。ね、いいですね。これはうまいですから。はい。もうこれだけでご飯が進むという。そうですね。そして、これやばいな。はい。はい。続いて。鮭のハラスですな、これ。ハラスですね。ああ、たっぷり。めちゃめちゃ入ってるやん。はい、続いて。こいつがやばいんですよ。うん。ボガーン！おぉ、エビですね。赤エビかな。そうですね。はい。生でも食べれます。はい。赤エビのでっけえのが、たっぷり入ったやつ。はい。そして、最後が。はい。ボガーンということで。おぉ。島ホッケ。はい、ホッケです、ね。開きということで。はい、ということで。特選マークついてるわ。はい。うん。焼津全く関係ないですね。焼津が関係ない。はい、行きます。アメリカ産。アルゼンチン産。おいしょ。さすがにこれはチリ産。早川さんの小屋さんみたいな言い方で言ってるな。愛知ですね。まあ、はい、ギリ、滑り込んだということで。ということで。はい。まあ、ほぼ海外から。海外でしたね。輸入物の集まりでしたけど。はい、これでも1800円はかなり安いですから。まあ、そうですよね。はい。まあ、ということで、と、うん、今日は、はい、まあ、食べながら、うん、ちょっとね、僕、小屋さんに、はい。聞きたいことあるんで。お、なんでしょう。今日はそっちをメインで撮りたいと思います。好きなタイプですか？違います。はい。はい、ということで。おお、完成しました。すげえな。じゃあ一個一個、はい、改めて紹介しますと、はい、もう机が全く映ってない状況なので、もったいないな、映ってないの、はい、持っていただいて、はい、まずこちらが鮭のハラスのやつ、こちらがエビでございます。あのエビをね、これまだ全然全部じゃないもんな、はい、そうですね、一部、そう、一部、はい、食べきれる量を焼いております。はい、そしてあとはホッケ、ホッケ、はいはいはい、見えるかな。あ、いいですね、いい感じにテカってます。うん、いただきます。はい、どうしよう。まずはもう醤油あるんで使ってくださいね。ちょっとホッケいっていい？ああ、もうどうぞどうぞ。順番あれですけど、あー、もう買ったわ、買った買った、勝ちました、勝ちました。よいしょ。はい、ということで、はい、もうちょっと見えにくいと思います、はい、白でね、ホッケご飯、ホッケにおろしに醤油で、いただきます。どうぞ。ギエーわー、またこの湯気が美味しそうですよね。そう、いただきます。はい、いかがでしょう、外国産のホッケ。それ言わんでよ、うまいのによ。あ、うまいですか。おいしい。おお。え、これアメリカ産とかやっけ。なんかそっちの方でしたね。うん、いや、めっちゃ美味しいわ。はい、ということで、はい、あの僕から、はい、まあ、質問をいろいろしたいなと思って、はい、うんうんうん、今回、うん、あの東京行って、まあ、R1 グランプリ出たじゃないですか。出てましたよ。はい、で僕ね、ふと疑問に思ったんですけど、うん、僕小屋さん の, そのネタのところに全くタッチしてないじゃないですか、うん、してないですね。で小屋さんってどうやってネタ作ってんだろうなと思って、まあ、小屋さんっていうと、まあ、芸人さん、僕も、なんか思いつくときあるんですよ。あ、こういうネタやったら面白そうだなみたいな、思いつくときはあるんですけど、うんうんうん、プロの芸人さんって、うん、どうやってネタ作ってんだろうと思って。いや、僕みたいな2回戦落ちみたいなもんが、まあでも、いいのかな。1回戦落ちでも2回戦落ちでも、うん、人それぞれだと思うんですよ、まあまあまあね、ネタの作り方って、うん、まあ、小屋さんの場合は、うん、まあ、どういう感じなのかなっていう、まあ、一応プロとしてね。じゃあ、僕の作り方と、うん、僕が知ってる人の変な作り方をちょっと。ああ、それ知りたいです。うん、まあ、基本的なこと言えば、うん、片っぽがネタ書いてきたのを相方と見て、はい、こここうした方がいいんちゃうとか訂正加えながら、やったりするじゃないですか。うんうん、はいはいはい、まあ、それがコンビやとベタやと思うんですけど、うん、まあ、僕の場合はピンなので、はい、僕、R1 でね、うん、言っていいんかな、もう、ええか。はい、ないあるあるっていうネタやったんですよ。そうですね。ないもののあるある。はい。だから、あるもんのあるあるじゃなくて、うん、実在専門がもしあったとしたら、こういうあるあるがあるんじゃないでしょうか。っていうやつをやったんですけど、うんう
もうだから、何考えるとかでもなく、それちょっとやろうかなと思って、はい、ないもんのあるあるをバーって考えるだけです。それどうやって出てきたんですか？あ、ないもののあるあるやったら面白そうかもってなったわけじゃないですか。そう、ないもんってなんだろうって急に思ったんですよ。あ、なるほど。そう、ほんで、入道具も食レポするときってないよなとか。はいはいはい。もう勝手に何とかじゃないです。出てきたやつ。でも、うん、その R1 グランプリで見せたネタって、うん、考えた中の一部でしょ？ 100% を使ってるわけじゃないですか。あ、一部ですね。それはどうやって選抜するんですか？一番おもろいやつから順番にです。あ、だ全部出して、そう。まあ、入道具もだったらこういう、ないあるあるができるんじゃないかとか、そう。わかんないですけど。だから、こう、なんでしょう。伏線全く回収線ネタなので、はい。別に、時間尺がかかったフリップの枚数増やすだけでいいっていう。ああ、なるほどね。見せ切りなんで、はいはい、はい。もう、おもろい順に入れて、うん。あれ、これやっぱちゃうなと思ったら、それ捨てて、新しいに入れて、みたいな。まあ、比較的、うん、まあ、こういう言い方が合ってるかわかんないですけど、うんうん、楽な作り方、ね。あ、そうそうそう、負担ゼロの作り方してるから。伏線とかがない分、うん、まあ、自分が思ったままをネタにするだけっていう。もう、だから大喜利式ですね。あ、はいはいはい。もう自分で勝手にお題出して、うん、それに答えてるっていう。あ、一人で大喜利やってるだけですね。コンビになってたんですけど、うん、珍しい作り方してるのが、まず、モグライダーさん。はい。ネタ合わせをしない。お、柴さんが、うん、ボケのともしげさんに、はい、考えたゲームのルールを教えるだけ、はいはいはい、でルール把握したらそれ舞台でやらすだけです。へえ。だから一切のネタ合わせがない、うん、それをともしげさんは全力でやるだけなんです、はいはいはい、だから絶対噛んだりミスったりするんで、うん、それを即興で拾ってるっていう。おお、なるほど。まあ練習しない漫才師で M1 の決勝ってありえないことですから。まあ、確かにそうです、ね。あれはえげつない。柴さんの能力と、ともしげさんの花があってこその。まあまあまあ、でも呼吸は合ってるんでしょうね。そう、もうすごい組み合わせですから。うん、はい、と、あと、ランジャタイさんが変な作り方しますね。おぉ。国崎さんが思いついたボケを動画で撮って伊藤さんに送るんですよ。う、は、ん、い。ほんで、いいなと思ったやつだけ使うっていう。ああ、動画で動きを送って、はいはいはい。それを採用するかどうかってだけです。もうこんなん、言うんダサいですけど、ピンネタあんま持ってないし、うんうんうん、R1 出た時にほんまにちゃんと時間尺調整してやったぐらいで、うん、いつもトークライブとかでもやるんですけど、うん、それってほんまに時間尺もなければ、まあまあまあ確かに、うん、余興みたいな感じでやってるから、うんうん、またちゃいますよね。しかもなんかあれでしょ、1日2日で作ってくるでしょ。その日の朝作ってます、トークライブのネタは。やば。その日の朝、トークライブがだいたい12時半とかからなんです、はい、終えるのね、はい、だからもう9時ぐらいにやばいな、やってますね、いつも。力の入れなさ方がやばいな。いや、それで、うん、でもやってたないあるあるとかですからね。まあまあ、でも、うん、もしこれをちゃんと練って日常から、うん、あ、うん、こんなネタ面白いなっていうのをメモって、うん、それをね、あのトークライブとか自分の舞台でも、あ、そう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 、まあ、試すっていうか。変な話すると、うん、R1 の1回戦も僕完成したん2時間前とかですからね、本番の、うんうん、それまで、あ、やっぱこっちで行こうと思って前日にフリップ考え出したから。やばいな。やばい、よう通ったよ、あれほんまに。よう通ったほんまに。やばい、鉄板ネタとかやっぱ1個2個は持って思いつきのネタやからな、僕やってんの。プラスアルファでやった方がいいですよ、絶対。そう、だから R1 に出て、うん、まあ楽しもうぐらいで言っとったんが、はい、通ってもたもんやから1回戦、うん、なんかちょっと負けて2回戦で、うん、うわ嫌ってなったんで。まあでも小屋さんもやっぱ鉄板ネタ、例えば営業行って必ず寝る、ね、やるような営業ネタとか1本2本持っててもいいんじゃないですか、そろそろ。なんかいろんな武器があった方がいいと思って、うん、でも、むずいでしょ。例えば僕お世話になってる町浦ピンクさんっていう方はもう漫談一本なんですよ。そうですね、もう漫談のみ、うん、かっこいいし漫談の人やっていう印象もつくし、うん、ある意味いろいろごちゃごちゃやってる人より、うん、印象はつきやすいんですよ、まあ、絶対。そうですね、うん、器用なね、何でも誰、例えばかまいたちさんとか漫才も今度もいけたり、はいはい、ほんで山内さんとかピンネタもあるでしょ、うん、だからああいうのも強いけど、ジャルジャルさんとかもそうか、うんうん、やっぱ一個に絞ってええんかなって思いますけどね。まあまあまあ確かにね、フリップ芸かな。
フリップ。いや、ほんまはね、漫談とかの方がいいと思うんですけどね。うん、いや、そりゃそうですよね。小屋さん、だってフリップ、ネタ見せたら全部あげちゃうんだもん、お客さんに。ネタを。それと、次使えばいいのにと思うんですけど、全部あげちゃう。トークライブでね、うん、普通終わったら閉まって終わるんですけど、僕お客さんに1枚ずつ上げていくっていうありがた迷惑気象にスタイル取ってるから確かにそうですね。そうか、じゃあ小屋さんは、まあ、ネタは、うん、とりあえず、うん、本番の当日に、うん、思いつきで作るが多いんですけど、うん、でもやっぱりあのトークライブの時と違って R1 はもうちゃんと絵描いたので、はい、やっぱその作業時間がすごいかかるんですよ。まあまあまあ確かに。だけあれはあれでネタの構成一つできたから、うん、もう中身入れ替わってもいいんで、はい、思いついたらまあ作っとこうかなっていう。ああ、なるほど。そうそう、別にまああの時期も関係ないし、うんうんうん、旬のもんも別に取り入れたわけじゃないから、はいはい、これでいいんかなとは思いますけどね、なんか。ああ、うん、そっか、僕が知りたかった感じじゃないな。何が知りたかったんですか。いやだから、もう全然僕今何喋ったか覚えてないで、飯うまいから。みんなが結婚式で、うんうん、余興でじゃあ漫才やりたいよって言った時に、ああそういうことですか。そう、みんなはどうやって作ればいいのかなっていうのを知りたかったんです。そんな作り方もわからないやつが漫才すんな、危ないから。いやでも絶対滑るから余興でやったら。学園祭とか例えば。やめときやめときも。いやあるんですって、そのする場面が。せなしゃあない漫才なんかあんの。いやなんか一発芸やってみたいなこと言われた時に、うんうん、なんか一個持ってたら心強いじゃないですか。そんな友達はもう離れなくて、営業マンとかわかんないですけどなんか飲み会でやらされたりとか、うん、例えばみんなそんな野球選手とか、ああ野球選手とかありそうやね。でも、うん、だからそういう人がどうやって作ればいいのかなっていうのを知りたかったんですよ、うんうん、勝手にしてって感じですね。それ困るな。でもマジでむずいですよ。じゃあ僕が、うん、あ、小屋企画に新しい芸人が来ました、うん、ネタ作れません、入れんな入れんな、そんなやつ入れんでええから。そんな僕はどうやってアドバイスすればいいですか。いやネタ作れませんってやつを採用したマネージャーと僕の話し合いの時間になるだけ。ただ天性で一個だけ思いついたやつを、うん、R1 でやって、実は僕準決勝残ったことありますっていうスーパーキャラが来たらどうします、うんうん。それはそれ好きにやってくれたらええけど、別にR1 準決勝なんか何にもならんないからすごいことやけどね、うん、もちろんすごいことやけど何にもならんから、まあ、何にもならんけど、そういろんなおもろいお店の売れれんからな。まあまあまあね、まあきっかけとしては R1 いいと思いますけどね、はい、ていうかなんでこの僕の設定を飲み込まないんですか。ネタを素人が作るのにどうすればいいんですかっていう質問なんですよ。そうですね、うん、わかんないです。僕なんかもともとネタ作れないから、うん、完全にほんまちゃんと自分で作ってやってんの初めてぐらいですからね、この後は。まあまあまあ、まあ、確かにね、うん、じゃあちょっと質問変えます。はい、あの素人が人にお話をするときに、はい、例えば面白い出来事があったとするじゃないですか、うん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 、でもやっぱ滑っちゃう人っているんですか。あ、いますいます、うん、それを面白く伝えるにはどうすればいいと思いますか。でもなんか一概には言えんな、難しいですけど、うん、なんか聞いてる人と熱量が合ってなかったら全部滑ってる気がするな。あー、それはいいアドバイスですね。ね、なんかそのいやあのなこんなことあってなって、はい、言い出した時にみんながうんうんみたいなのやったらまあ受けないんじゃないですか、うんうんうん、でもみんながこううんうんみたいな感じだったら、いやこの間あのちょっと出かけとってっていうトーンで喋ったら別に滑らない、まあまあ確かに率は上がると思うんですよ、うんうん、はい、うん、なんかその熱量を合わすのが下手やと思います。あ、その舞台やったらもうお客さん関係ないから、はいはい、お客さんが寝てようが、うん、めっちゃ楽しみだろうが同じ感じでやらなあかんからしゃあないですけど、はいはいはい、日常会話で滑ってるやつって熱量な気するな、空気読めてない。なるほど、気はしますね。ってことは、うん、周りの熱量をちゃんと察知して、うん、そのトーンで喋り始めれば、うん、まあリスクとしてとりあえず 20-30% は回避できると思いますけどね。なんかあとね、なんやろ、ダラダラ喋ってるのやっぱ聞いてられないかなと思いますね。結論を先に言うパターンとかの方が、だからどうしても話がまとまらない人とかは結論から先に言っちゃうと意外とゴールしやすいかもしれないですね、うん、なんかそんな、ね、語れるほどでもないんやけど、そのなんやろ、例えば、うん、この間コンビニ行ってねっていうのを、はいはい、
あのな、この間、あの、出かけて、うん、コンビニ寄ったんよって言ったらもう長いでしょ。まあ確かに。ってことじゃないですか。はいはい、はい。この間コンビニ行ったらなんか変なやつおって、って言ったらもう済むこと、うん、うんうんうん。入ったらなとか。そうそうそう。もう、なんやろ。その、喋る言葉選びが大事なんだよね。確かに、まあ今のめちゃくちゃいい表現ですけど、この前コンビニ行ったら変なやつがおってな、うん、を、うん、この前、あの、イオンに行く前に、うん、コンビニ寄って、あ、そう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 。で、まあ、コンビニ入ったら、うん、お菓子のコーナーに、こんな人がいてって、説明入れながら喋っちゃうと、滑るかもしれない、ね。聞いてる方は、イオンも浮かべてるし、うん、お菓子屋とか、なんかいろいろ絵浮かべてるから、もう疲れるでしょ。まあまあまあ、確かに。だからな、だるってなるから、うんうん、なんかあんま。そういうことですね。まあでも、これ、うん、めちゃくちゃ勉強になった人がいるんじゃないですか。ただ、合ってないですよ。これ合ってたら僕、滑らないで出れてるんで。そこが、まあ、間違えておるかもしれない、うん。滑らない出れてないのは、知名度の問題もありますけど。知名度の問題か。はい、だから、それこそ、フットの後藤さんが分かりやすいんじゃないですか。ああ。たとえ突っ込みする前に、絶対普通のなんでやねん入れてるんで。まあ、確かにそうですね。いや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 。って言ったら、絶対こっち見るんですよ、全員。はいはいはい。ほんで、バッてなんか言うってことですね。うんうんうん、いきなり、いや、アジサイみたいになっとるかなって言うても、入らないんで。いや、なんでやねん、アジサイみたいになっとるかなみたいなあれが。あと、話すん上手な人、聞くん上手いんですよ。やっぱり。まあ確かに。話聞くん上手、マジで。あの、相づちのレパートリーも、やっぱり必要ですね。必要。もう、はい、話上手になりたかったら、話聞き上手になってからじゃないと絶対無理やと思う。うんうんうん。これ鉄則やと思いますね。話の聞き上手のなり方教えてもらっていいですか。いや、無理。おっしゃんじゃん。こやけんアワビよりはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。なんかいろいろ喋ってましたけどね、そのネタ作りの話とかトークの話とかやってたけど、なんかね、ほんまに頭の半分ちょっとぐらいがね、鮭のハラスってこんなうまかったっけみたいなんで埋まってたのよ。いや、これマジで、うん、だからみんな買ってください、ぜひ魚市場行ってお願いします。ということで今回は以上でございます。ありがとうございました。